マイナンバーカードが役立たず本人確認で大混乱。マイナンバーカードを取得しても本人確認で困る人が増えるでしょう。偽造問題や暗証番号の複雑さ、 IC チップの更新手続きなどが影響しています。2024年5月に偽造マイナンバーカードを使ったスマホの機種変更事件が発生し、高級腕時計が購入されました。犯人は偽造したカードに自分の顔写真を貼り、携帯ショップのスタッフが目視で本人確認を行ったためです。このような事件を防ぐため、政府は IC チップを使った本人確認を義務化する案を発表しました。対面での契約には運転免許証や在留カードの IC チップも利用できるようになりますが、オンラインではマイナンバーカードの IC チップに一本化されます。これらの理由から、マイナンバーカードを取得しても本人確認で困る人が増えると考えられます。あなたはどう思いますか？